こんにちは、カワポンです。今日は3つのグループに分けて小学部のご紹介をします。経済学部なども合わせたかったのですが、あまりにも情報が多くなりますので、今回は小学部のみとなります。各大学さまざまな方式がありますが、今回は一般入試の一般面の方式の数字になります。結果はご覧の通りになります。トックは慶応小学部の B 方式と早稲田になります。ちなみに慶応の B 方式は数学が不要の方式になります。 A 方式は数学が必要です。 G マーチでは明治と中央大学に小学部があります。明治は意外に偏差値は抑えめな数字かと思います。専修大学の小学部は様々な方式がありますが、受験人数が一番多い三教科同一配点の偏差値になります。 52.5 で日大より上で中央の一歩下というところに位置しています。日大は A 方式の1期の数字になります。偏差値が40台の学科もありますので、偏差値だけで見れば狙い目と言えるでしょう。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。